はい、おはようございます。あすみワインです。今日は1月16日火曜日の11時23分ですね。今日はテストは午後からなので、ちょっとお昼ご飯だけね、食べに学食に早めに行って午後からテストを受けようと思います。多分映ってないと思うけど、めっちゃ細かい、雨じゃない、雪みたいなめっちゃ細かいのが降ってます。映んないか。今日の外曇りですね。今日はテストが終わったら、ちょっと最後に友人とね、今日の夜と金曜日の夜かな、お疲れ様と、僕はもう今回で終わりなので、お疲れ様会をするワインがねないので、ちょっと買ってこようかなという予定です。相変わらずの曇りですね。今何度なんだろう。ビジョンはマイナス2度。寒い。体感はわかんないか。体感温度がマイナス2度です。寒いね。ということで、とりあえず学校に行ってお昼ご飯食べてテストを受けてこようと思います。行ってきます。はい、テストが終わって、今日はなんか話すだけ、1対1で会話をするテストだったので、わりかしすぐ終わりましたね。なのでちょっと買い物にね、で来ました。今日夕方5時からまた最後にね、バドミントンがあるので、それに行ってきて、終わった後は夜は友人と寮のロビーみたいな場所でご飯を食べる予定です。ちょっととりあえずね、ビールだけ買いました。でっかいやつ、ラベルが可愛かった。どうしようかな。ワインを買いたいんだけど、まだ時間もね余裕があるので。あれですね、今は市場やってる場所ですね。何回か来ましたね。明日は車でルクセンブルクに3時間ぐらいかな、かけて、3時間で行けるなら意外と近いね。電車も調べたんですけど、確か4時間半か5時間ぐらいかかっちゃうんで、さすがに車にしました。3時間で行けんなら。買い物を済まして寮に戻って、荷物もね、ルクセンブルク行って夕方帰ってきて、もう次の日の朝9時半ぐらいの電車に乗ってパリに向かうので、荷物をまとめないといけないですけど、いや、終わればすぐだったなっていう感じですね。ディジョンも、初めてこんなに長くね海外生活をしたので、いろいろ経験できて、まだ続きますけど、よかったと思います。の辺の雑貨屋みたいな場所はあんま見なかったな。ここで一回コーヒー飲んだけど。リジョンの街に思い残すことないレベルで満喫はできました。最後に街の景色、リジョンの街を撮るのはもう最後じゃないかなと、こんな感じです。ということで今日は部屋に帰ったらもう今日は友人とね夜を過ごす予定なので動画は特に回さないと思うので、今日の動画はまた短いと思いますけどこんな感じで終わろうと思います。明日からはルクセンブルクに行くのでまたその景色とかも撮れればなと思います。ということで今日も早めですけどこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。